縄跳びの基本の木。これで縄が結べるようになります。縄の持ち手を揃えて、その下のところをぎゅっと握ります。縄をスーッと伸ばしたら、輪を上に向けてぎゅっと一緒に握ります。親指と人差し指はぎゅっと握ったまま3本開きます。この縄を向こうからこっちへぐるっと巻きつけて3本指で握ります。ここにできた輪っかに縄跳びの端を向こうから自分の方に通します。ここを持って3本指を抜くと、はい、これで縄が結べました。ぎゅっと引っ張ると縄に肩がついてしまうので、優しく結んでください。前跳びや二重跳びの上達法の動画もあります。どうぞご覧ください。